こんにちは、リカリコです。はい、今日はツイッターで話題になっていた豆乳アイスを作ってみました。それでは動画スタート。はい、今回はですね、ツイッターをリカ見てたわけですよ、そしたらなんかモーメントのところに豆乳アイスが話題みたいな、なっとって、リカ見たら豆乳をそのまま凍らせたらアイスになっちゃうっていうのを見つけてね、リカも見た。そうで、なんかリカたちって豆乳が苦手なんですけど、ココアとかきな粉とかいちごとかね、なんかいろんな種類があって、そこで初めて知ったんですけど、でね、ママにちょっと買ってきてって言ってお願いしてでゲットしてきました。今日の朝凍らせてあったので、今夕方なので多分もうね凍っていると思うので、早速食べていきたいと思います。まず今回買ったのは3種類なんですけど、これがバニラアイス、フルーツミックス、アーモンドの3種類を買いました。はい、今開けてみました。どうですか？めっちゃバニラの匂いよね。うわっ、あちょっと開け方間違っちゃったみたいなんですけどこんな感じで、豆乳が全部凍っちゃってます。ここからここまで、すごい。こんなにアイス食べれるなんて幸せすぎる。じゃあ早速いただきます。いただきます。うわ、アイスやん。めっちゃ美味しい。何これ。美味しい。アーモンドめっちゃ美味しい。これやばい、食べてみ。フルーツミックスはめっちゃフルーツの味。でもちょっと凍らしたからかわからんけど、ちょっと苦味ない。後味でも全部はそうかも。豆乳苦手なんですけど、凍らせてアイスめっちゃ美味しい。しかも一つあたり100キロカロリーぐらいなんですよ。これでこれだけあって、ココアとか絶対美味しい、はい、というわけで今日はツイッターで話題の豆乳アイスを試してみました。リカはこの3種類の中でどれがおすすめ？リカはやっぱりアーモンドかも、なんかね、リカ最近自分がアーモンドにハマっとって、なんかコンビニとか寄っても絶対なんかアーモンドの飲み物を買ってしまうんですよそれぐらい今ハマっとるから、ちょうどなんかこの豆乳でアーモンドがあったからめっちゃ美味しかったです。リコはまあでもリコもアーモンドかも、なんか、味がちょっと薄くなってしまうから、もともと味が濃くついてるものの方がおすすめかもしれん。なのでリカとリコはこれからアイス買わずにこれを凍らせて食べたいと思います、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。